はい、出ましです。今日もオリアカの動画撮っていきます。今日もね、対局をやるんですけど、今日はちょっと女子パをねお見せしようかなというふうに思います。はい、やっていきましょう。結局ね、小尺と女子パが一番強いですね。何回かやったけど、マッチングしない。はい、どうしよっかな。弱体化、よし、これいいっすね。これで挑戦のやつが生きるので、まあでも普通に食パ使っといた方がいいような気もするけど、まあまあまあいいでしょう。はい、これでいきます。あのね、女子パね、最初は火力がいないので、まあ大凶使って、ちょっとこれ面白いな、このリーダーのアイコン。はい、でまあ大凶を火力としてちょっと扱いながら進めていくっていう感じですね。まあ火力にはないんだけどね。はいはい、と、まあ、こんな感じで適当に拾っていきます。最終的には全部ピンクで埋めます。小尺、この人が小尺かな、周囲使ってるし、はい、ね、大凶がね結構強いんだよねこれ。序盤は途中でいなくなるんですけどね。はい、これ最後だね、多分。あの刀か槍かどっちかでしょう、残るの。どうせ個人的に真っ先に取れるんだったら、俺はひょうたんだね取りに行ってました。はい、定件ラッキー。はーい、ここいらないです。はい、ホレンシ、時間稼ぎのホレンシ。うん、まあいっかこれで。まあね、最初はねマジで弱いんで、女子パあんま気にしなくていいっすね、取るの。とりあえずピンクを回収しつつ、大凶がいればまあいいかなっていう感じで進めていく。でリーダーのスキルなんだけど、今回なんか弱体化成功率なんだけど、孔明のシールド 30% アップですみたいなのをね使った方が多分本当は強いっす。これがねシールドを張るスキルだからね。はい、向けました、ボコられましたと。あ、来ました、東白、こいつが大事ですね。はい、ピンクが来たら取っていくっていう感じを繰り返していきます。はい、ダメですね、前出して。あー違う違う、これでいいでしょう。マジで最初はどっち、あー、ちょっと待って、1番、あー1番にしたかった、まあ、何番でもいいけどね。あ、勝っちゃった、まあいいんだけどさ。はい、ピンク取って、まあどんどんシャッフルしていくしかないね。バウン力いいっすね。はい、多い、さようならと。でピンク換金ペ、はい、これでいいんじゃないですか。徐々にね編成が仕上がっていきます。あと欲しいのが、まあ挑戦とカマンと、あとなんだっけ、あ、新規ですね。それの編成ができれば王に強くなるっていう感じですね。まあすでに若干強くなりつつはあるけど、もっと強くなるんで、まあこれ負傷か復旧どっちかが欲しいけど無理ですね。はい、じゃあ青龍、はい、ダメですあ、もういいよ、キツネで。じゃあ、はい、とりあえず水分切取ってシャッフルいきましょう。にゃー、出ないね、出なーい。あ、カマン来た。あ、ちょ、間違えた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 。はい、カマン、オッケー。カマンをどうしようかな。これで一応仮完成ですね。
でここに調整心だっけ名前のところに挑戦を置きたい。で勘銀兵のところに新規を置いていくっていう感じですね。まあでもこの時点で結構強いけどね。もうあとは深部とあれが欲しい。あ、いいっすね、お元気。はいはい、いいっすね。カモン。あー、打って交換のオレンジとチェンジ、これでいいでしょう。この大元気を真ん中に置いとくと、ここに新規を置いた時に新規がさらに鬼固くなるっていうね。大元気のスキルが同じ行のキャラを強くするだからによりね化けると。で UR5 を増やして、深部と霊獣をここから増やしていくっていう感じですね。うん、ただでもキャラはある程度拾っていきたいからなんとかしたいな。もうこれが組み上がったら止められるのはあれ、食のなんか追撃パーティーみたいなやつぐらいかな。愛心聞きました、いいっすね。こいつら取っとこう。あ、来た、来ちゃー。はい、完成、フルパです。このね並びがマジで強い。あとはだから UR にしてスキルをとりあえず1体なんとか早く回収したいな。これね4枠空いてるのはさすがにまずいんで、なんとかしたい。挑戦とかね、本当は弱体化成功率上がってるからどんどん育てていきたいところなんだけど。はい、もう負けない、強いっすね。これで万力オレンジ、はい、新規、あー、カマン取れない、ロックかな。もうコストもね1しかないんで、もう何もできないっすね、マジで。でここで2位を対戦と、まあ間違いなく勝者パーティーなので、この人をほふれるようだったらまあ俺の1位が見えてくるかなっていう感じかな。いやでも楽しいな、この対局は。やっぱりなんか普通のなんかゲームもいいけど、こうなんかちゃんと対人っていう感じするな。ずっと続けてほしい、常駐してほしいの、このイベント。はい、やっぱ勝者っすね。あ、まあ相手もフルパーだね。うん、あ、フルパー、テイホいない、あ、女性がいないのか、まだ。はい、ごめんなさい、ちょっとカットしました。こっからやっていきましょう。まああとはね、この女の子たちをジャンジャンって強くしていくだけなので楽なところではあるんですが、回転させながらちょっと見ていこうかな。なんかもうある程度 UR 進んできたからシャッフル優先でいいかな。もうここがね、その UR を優先するかシャッフル優先するかがちょっと微妙なところなんだけど、俺がまだねこの R とか SR のキャラたちを中途半端なところで止めちゃってたから、行くに行けんっていう感じ。 UR3 とか言ってたらささっと行けたんだけど、でもまあ現時点でね結構勝ちが見えてるところはあるんで、まあこのままねゆっくり進めていけばいいんじゃないかなっていう感じですね。いやね、マジでこの流れ強いんだよな。もう、あ、同じことしとる、同じことしとるやってんね。でも挑戦がいる方が、あ、挑戦いきねえか、女子パ対女子パだから。いやーこれちょっと微妙か、 UR の数で負けるかもしれん。やばいっすね、これこれやばいな、この編成だとちょっと押される気がする。この間に取らないとですね、
2位の人が女子パを使ってきているので、次当たるまでになんとか UR5 を作って、あの霊獣とか神武とかを獲得していかないと、あの負けますね。これこの感じだと、このね炎章だっけ、このキャラクターがさ UR5 にできるから一体確定でめちゃくちゃ強いんだよね。個人的にはこいつと、まあ周遊と、あとは馬長も強いかな。かなり厄介ですね、あいつは。 UR が UR っていうか星が確定で一戦ごとに進んでいくんで、勝てる編成に組んでれば OK、はい、この人が死んじゃったので、次はい挑戦取って、いやこれもきついな。これ売り飛ばしてで、シャフってロック、うーんこうするしかないね。まあまだちょっと時間稼げてて、次が大元気が取れるので、これで UR5 で霊獣どっち行こっかな。何が出るかによるな。副牛とかいけるんだったらそっち行くけど、なんか2位の気配が漂ってますね。まあまあここはねサクッと倒せるでしょう。はい OK です。で次でね、ここで取って何が出る、あひょあ副牛かな、さすがに。あこれ2、5、あいいっすね、いいっすね。あこれいけんか、いけるか、はいはいはい。あとは神武が欲しいけどどうかな、結構強くはなったけど相手の方が進んでる気がするな。ここのところねちょっと調子は良かったけど、シャッフルのカモンいくつ ?3 でしょ。なんかちょっときつい気がするな。挑戦じゃないな、女子パ対女子パだもんな。フォレンシーいた方がいいよね、もう今更変えられないから行くしかないんですが。おー勝った、いいっすね。これ多分副牛が生きたね。これでいない、あ新規いいですね、いいね。あダメ3で、いやまあまあまあでも結構取れたから OK、 結構っていうか東白を拾えたのはでかいです。ここで、まあ、最悪殴り負けたとしても次東白引けてもいいし、新武もう一個欲しいね。なんとか提携だけだとちょっと弱いから、このままなんとか殴り勝てないかな。さあ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 いけるかな、これで勝てたらまあいっちゃいいんだけど。あかかったなこれ、あーざまーす、いいっすね。32ダメージ、あなたは優勝、私の故郷にある満開の勝率そんなに悪くないよな俺多分78% とかだから、まあそこそこの位置にはいると思うんで、おそらくやり方は間違ってないと思うので、ぜひねあの女子パンも組んでやってみてください。というわけで今日の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。